よし、じゃあね、次は2号行きましょう。ライダー2号、アルツ、ウゴ。変身。ショッカータウン、その1。さあ、まず2号。マーク2。能力、ね。当然のごとく、アタック1。で、1号のように技も多くない。最弱のライダーと言われているライダー2号。ツラタン、ツラタン。ジャンプ力低い。ね、移動速度も遅い。ただ今気づいたけど、ここバンダイって書いてるな。やったー、バイク無敵。最弱さん、わら。あの看板、バンダイって書いてるよね。やつは仮面ライダーの中でも最弱。その代わりね、こいつね、ほら A ボタンが超小刻みに連打できる。だからどうしたって話なんだけどね。あとね、もう一個、登るスピードが異常に速い。ほら、そうでもないや。この A ボタンの連打がね、戦闘員3戦う意味あるのって思った。わら、よし、3号。とりあえずレベル2にするまでは、まあまたいつもの超きついゲーム。レベル2にする前に怪人にやったら罪で、逃げんなよ、レベル上がんねえだろうが。お金。そしてね、2号はね、一面にカジノがないんだよ、カジノが。だからね、2万は自力でどうにかして貯めるしかないんだ。やめろ、遠距離攻撃。は、怖い。どう、誰かな、戦闘員がナイフ投げてきたはずなんだよね、2号ステージは。誰だったかは覚えてない。経験値。それから2号はレベルが上がりやすい。お、1000円は美味しい。2万貯めねえと2面いけないから。おたす、いやー、早い。え、ちょっと待って、強い。やめろ。やめろ、おい、これやめろ。わらわら、うわーよ、戦闘員4とすら真面目に戦えねえ。ちょっと待ってくださいよー。いやー、嘘だろこれ。さすが最弱のライダーだぜ。ふっ、必殺技を使おう。ライダーチョップ、パワーの2号。さすがっすね、わら。経験値5でしょ。確か10で上がったはず、2号は。めっちゃレベル上がるのが早かったはず。やめろー、ダブル痛恨さすか。いいか、用意してないしな。やった、1000円じゃない、5000円よこせっちゅうねん。それ当たった後も当たり判定あんのかよ。どうなってんだよ、もう。246。あのナイフ当たった後も当たり判定あるぞ。そろそろ死ぬんだけど。せこい、わら。よしよし、とりあえず4号ね、まず必殺で倒しちゃおう。レベル2になるはず。気のせいだった。まあさすがに1は大丈夫だろう。あー、弱え、弱え。1は1しか経験値くれないから。あ、1000円は美味しい。1号と違って技ゲージも少ないからな、無駄打ちするわけにいかないし。さすが、もともとはね、1号が怪我したからしょうがなく出てきた間に合わせライダー。よし、わあ、2万円はお金、お金。そんなこともあったね、わら。ちょっと待って、ヒットポイント5はまずい。
わあ、ライダー X いるよ。3万円いただきます。足元見やがって。パワードリンク。カード、わあ、もう、カード、作り直し？契約し直し？どんなシステムやねん。カード専用自動販売機です。謎の自動販売機です。その時点で怪しいわ。契約解除されてる。わら、銀行、銀行早く来い。あ、来た来た。預金100円からカード作れるよ。ありがとうございます。カードお持ちください。とりあえずね、パワードリンク。預金が足りません。現金使えよ。まあカード専用っつってるけど。わらわら、全額預けました。おー、売ってねえぞ。いや、早送り素晴らしいね。くっそ、出てこね。ね、ゲームは面白いのにシステムとあと設定のまぞさがね。出てこねえ。ひどい。ゲームが進められねえだろうが。わら。ランダム、わらわら。わあ、頭はドリンク、やった、帰る。よし。よし。とりあえずレベル2まではね、パワードリンク使いたくないから、ここでちょっとセーブをね、して。わらわら。セーブ。よし。1。ランダムすぎ、わら。おら、おら、おら。とりあえずレベル2になってくれ。レベル2になる前に怪人に当たったら罪だからね。どういうゲームやねん。あれ、敵いなかったっけ。そこの店は行く意味ある？ここにあるのに。とりあえずこれをね、なんとかして金2万貯めないとダメなんだよな。どうやって貯めよう。あー、どういうこっちゃねん、この動き。戦闘員さん、3も倒せないから必殺使おう。結構敵がお金落としてくれやすいのか。もう3000も貯まってたもんね。まだ上がんない。でも2000円は技ポイントに使いたいんだよな。ほら、お金を落とせ。3。まだ上がらんのか。どうやらライダーチョップ1しか消費しないから6発打てるね。結構これはでかい。よし、一気に増えた。これでドリンク飲める。能力20、10、だいぶ増えたな、一発で。やっと、わら。これでまあまあ、即積みはなくなったね。とりあえず金2万貯めないと何もできない。はあ、あとね、2面はね、だいたい弱すぎてあんまりしないから攻略ルートほぼ覚えてないっていう。どこだったっけ。成長率はいいよ。てかね、1が弱すぎんのこのゲーム。あ、あそこにあるからあれだな。これバリアだね。100円、あったあった、そこか。お金
50円。しけてやがんな。まあ、ここ降りても大丈夫？ちょっと怖い。全然大丈夫ではないね。見て、病院行くのが地獄なんだけど行ったら帰ってこれない気がするお、戦闘員4結構必殺をライダーキック、わらわらチョップ。必殺はさ、でここでドリンクだな。アイテム、ドリンク。いやー、うまい。おっせーよ、弱えよ。よし。ちょっと行く？行ってくる？パワードリンク。そうが、なんだよこのもまし、ばっかじゃねえの。わらわら。ですよね。マジどうなってんだよこれ。はっと。明らかな地獄。わら。顔が扁平に。わら。やっ。たテクニック回復。ほっよしと、あー追ってくる。よしほっ、なんだよこの回避方法、ゲームとしておかしいだろう。一気に抜けるなこれは。もう金、もうクソだ、すべてがクソだ。わらわら。どうなってんだこのゲーム。レベル上げ、レベル上げ。どっちにしても扁平になる。わら。まあレベル上がったから戦闘は楽勝だ。さああとは金を頑張って貯めねば。2万貯めるのしんどいんすけど。これはダブルを使わないとねきついんだよね。金をね、パワードリンク代も節約したい。というわけでブロックを増やしてね、稼げる場所を探さない。いったー、ここブロック全然ねえぞ。治んねえな頭。よし、100円。どっかいい場所ないかな。一周した。パンチ力は高い。500円、おいしいです。とりあえずレベル3早く上げないと。3でドリンク1個ストックしとけば多分安定するはず。あー、お前ナイフ持ってる。2号とは戦わない。これもうあれだな、ここでセーブして、あうち？お金。あれ当たり判定あるんだけど。マジどうなってんだよこのゲーム。ざっ
けんなこら。戦闘員には帰れ。お前にナイフ刺されたら死ぬ。あ、2000円、おいしい。でも確定じゃないよね。10円かよ。きつい、わら。ドリンクくれ、ドリンク。ドリンク、ドリンク。あった。はあ。またさよう、わら。痛い。50円。あのナイフ刺さるからね。ナイフは刺さるもんだけど。やばい、死ぬ。お金が足りない。病院行くわ。病院5000円するんだよね。じゃあ行かない。ドリンク飲もう。3号だ。5は本当にまずい。爆弾食らったら死ぬから。死んだら初めからやり直しだからね。一応コンテにはあるんだけど。よし。か、あ、カプセルボールだ。いいな。当たんねえな。よし。もうそろそろ怪人来てもいいと思うんだけど。とりあえず2号を切るって。足速っ。貫通、貫通無理かな。まあどうせ2回で終わりだ。気にしなくていい。まあ2号はレベルが上がりやすいからね。おお、2000円持ってるね。おいしいね。とりあえずこのまま頑張って2万円貯めて1面クリアしよう。1面さえクリアしたら一瞬で終わりだ。このもうコツコツ頑張るしかない。くそくそくそが。ロックマンにこんな敵いたよね。同じ高さにならないと攻めてこないやつ。一番長い、わら。あ、イソギンチャックだって。もう倒せるだろ、レベルになってるし。レベル上げも金稼ぎもいろいろあるからね。ちょっとやりに行くか。耐えれる、耐えれれば俺の勝ち。ほら、いいダメージ。どうだ、倒す。うわー、遠距離攻撃。なんでイソギンチャックが竜巻出すのか俺には全く理解できんが強い。お金5000円ぐらい落としてほしいな。いや、逃がさんよ。セーブしといてよかった、マジ。逃げ出したじゃねえんだ。何言ってんだ、お前。キックの方行ってみるか。キックの方が強いはず。お、いいダメージ。だから逃げんじゃねえよ、お前。まだレベル2だぞ、こっち。こういうことか。逃げ足早い。よし。メンタルが弱い怪人、わら。でででででで。当てない。我慢しよう。でもいっぱいチョップかまして倒そう。逃がさねえ。絶対に逃がさない。絶対にだ。とりあえずレベル上げプラス金稼ぎをしないと。はあ、一冊じゃ。帰れ。知らなかったのか。5000円。セーブアイテムからは逃げられない。ナイフはいらない。弱えよナイフ。何の意味があんだよ。
3ナイフに向かっていくスタイル、わら、ピヨルだけ。能力、レベルアップまで150等金をよこせ、金を。あったドリンク売って。自動販売機とカード専用自動販売機とあるんだね、これ。いや、金もカードも両方持っとかなきゃいけないって。おー、戦闘員さんは何もしてない。2位がやばいんだよねてかもうあれだな、お金持ってるの2位だっけ。あれはあの時偶然だったのかな、わかんねえ。お、カプセルボールだね。2位はカプセルボールで倒そう。ナイフ刺されてダメージ食らったら大変だし。2と4334一冊ライダーチョップで殺せるね全部。これで5もらえるから美味しい。で3カプセルを確定で落とすみたいだけどね、質屋も1面ないんだよね。質屋もあの蜂の巣みたいなショップの方だから。そしてカプセルボールは確定で落とすわけでもないのか。逃げんなっちゅう。これ行き止まりじゃねえかよ。お金どうやって稼ごう。戦闘員にはまずいね。はい、アイテム。くらえ、カプセルボール。箱。ひゃ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 。相手は死ぬ。ナイフ刺されたくないからね。やった！やっぱ2位だな。2位を殺そう。フルボッコだどーん。2位来たーっと、まだあったよね。カプセルボールまだ2個あるな。いやー貫通だ。まあどうせ即死だけど。2位は美味しい。ほら2000円持ってる。2位だ。2位を殺せ。2位を狙え。痛い。おお、2位。あ、やべえ、なくなる。カプセルボール、まあ持つかな。パワードリンクもあるし、2万円いくまで持つか。まだ必殺技もいっぱい打てるし。いやー絶対落とすとは限らない。つらい。2位出たらセーブしよう。わらわら、ね、こんな感じでね、このゲームはね、まず2号をクリアしないと話にならないっていうね。だから本気でクリアを目指す人はまず2号からクリアしましょう。お兄さんとのお約束だ。イラつくなこいつの動き。こっちの方がいいか。よし、戦闘員2チョップ。さあ
200円一桁少ない。もう全てにおいて辛い。早く2万円貯めて次のステージ行きたいんだけど。つらたんつらたん。1。はあ。しゃあなしや。ちょっと経験値稼げに行くか。くそ、くそが。帰れねえじゃねえかよこのルート。どうなってんだよマジ。病院行きたくない。病院嫌い。ここで戦った方が楽かな。治んない。誰だよこの配置考えたやつ。うナイフ当たる。いけ死神博士。早足。新神博士経験値多かったっけな。うぅ、逃がさんぞ新神博士。弱えな新神。ただのじいちゃんだからな。よし、必殺技。死んで新神博士。ダブルジョブ。はい、新神博士はイカデビルに変身した。経験値くれないの。うーん、レベル3じゃないと勝てない。はい、死んだ。はい、積んだ。ライダー2号がやられた。お金を奪われた。イカデビル、はい、ゲームオーバー。子供は泣くぞ。あ、子供泣くぞ、ほんとよ。セーブって素晴らしいな。わらわら。子供はマジで泣くからな、これ。よっしゃ、クリアしよう。逃げろー。うぅ、クソ仕様だわ、もうここすでに。とよし。おい、戦闘員にいるんだけど。こういう時は戦闘員さんと戦って。で逃げる。逃げられねえし。じゃ死神博士の方が弱いんだけど。いやー、帰れー。逃げられんし。まあ、これ逃げてもね、戦闘フラグ立つから。やっとクリアできるぞ。タンタンタータラターンと。やったー。